いらっしゃいませー。ゆっくり耳かき店へようこそ。本日あなたを担当させていただきます。ひなない店主です。それで今日はどうされますか？最近暑くなってきたから爽やかな耳かきがいいのですか？そうですねー。それでは最近入荷した金属の耳かきはいかがでしょうか？適度に冷たくて気持ちいいと思いますけど。はい、わかりました。それでは私の膝に横になってくださいね。じゃあ右耳から始めていきますよ。お客様冷たくないですか？はい、冷たくないけど珍しい感覚ですか？確かにですね。今日はね、耳かきするために天界から降臨してきたんですよ。お客様はラッキーですね。いえいえ、大丈夫ですよ。退屈な天界暮らしの傍らで耳かきの仕事をするのもなかなかおつなものです。でも私はひなない一族の娘なので、生まれついての天人でなく、修行を積んだわけでもないんです。それで、棚からぼた餅、で天人になってしまったんです。だから私は、不良天人、と呼ばれているんです。まあ、幼い頃から裕福な家庭で育ったのでわがままなところはありますが。でもそれは天人や天女の性格としては自然なことなんです。はい、私の能力ですか。それは大地を操る程度の能力があります。要石を刺したり取り除いたりすることで地震を沈めたり起こしたりすることができます。あと、天人にしか扱えない秘宝の剣を持っています。この剣は相手の気質を切ることで火色の霧に変え、誰の目にも見えるような天気に変えます。そして、その気質の弱点である性質をまとい、必ず相手の弱点を突くことができるんです。だから異常気象が起きていたのはこの力によるものなんですよ。はい、壮大な能力というのですか。そうですね、だから天人の力を侮ってはいけません。私も、不良天人、として自信を持って生きてますから。でも今日はお客様に精一杯ご奉仕させていただきますからね。はい、任せてください。それに天人より耳かきする方が好きかも。ふふ、そんなこと言ったらまたひなない一族から何か言われそうですけどね。お客様、少し眠くなられましたか？それでは私は静かに耳かきしますね。
次は左耳をしますね。
々も綺麗になりました。それではお客様、おやすみなさい。